はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル空城城太郎編極上ですね、こちらのフロア2ですねを攻略していきたいと思います。せっかくね、全部攻略したのに解放しちゃったのでね、やっぱり気味が悪いということで全部やっていこうと思います。パーティーはご覧の通りです。ステータスもご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょうね。まずはリーダー、ロハンですね。取り込む経験とイカ様を入れてます。続いてですね、ナイフデュオ、欠陥心と愛していないのナイフトラップを入れてます。そして、マリッチボーイですね。注意深くと、怖くないぞ募る思いを入れてます。本当はね、ナイフデュオ短期でもいけるんですけども、まあ一応ということで入れております。ではですね、参りましょう。一応ね、ちょっと余裕があった方がいいかなとか思って、こういう構成になっております。短期でも大丈夫です。ナイフデュオ短期でも大丈夫でした。では1つ目はですね、ナイフを回収していきたいと思います。間違えた。ではですね、これで CS をしていきましょう。あんまり変わらないんですけどね。普通に焼けでもいいとは思うんですけどね、一応は確実に倒していきたいということでこういうふうにしております。はい、増援ですね、倒していきましょう。そしてね、欠陥心があるおかげでこの泡がね、ヒット数に入ってくれるので、あんまり関係なく攻撃できるのかなっていう感じですね。エリアスキルにも入っちゃいましたが、まあいいでしょう。かなり適当な感じですね。3回4回ぐらい入ってますけど、まあ関係なく倒すことができます。まあここはしっかりと倒していきたいところですね。タルカスを残してもいいから CS でね、きっちりと倒していきましょう。長いですけどね、まあ、確実に倒すということを目標としていればこうなるだろう、得ません。はい、まずは前半戦ですね。2ラウンドの前半戦が終了しました。で、続いて増援ですね。いろいろやられてますが、まあ、ジョナフも強いんでね、さあこれで十分倒すことができるはずです。はい、倒しましたね。はい、2ラウンドこれでクリアです。はい、続いて3ラウンドですね。ナイフがちょうどいいところにいますね。
シャボンの上を少し走っていきましょうかね。あとはクワガタですね。こいつを倒せば、倒しましたね。はい、倒しました。続いて増援ですね。ちょっとねここで気をつけたいのがですね、ジョセフなんですけども、死亡した時のスキルゲージを減らしていきますが、まあマニッシュボーイがいるおかげでジグにねゲージ回収要因がいるので、そことこ関係なく進めると思います。はい、無事クリアですね。続いて最終ラウンド4ラウンド目ですね。ちょっとね、ここで気をつけたいのがですね、このディオなんですけどね、ディオが、ですね、スキルゲージスマッシュカウンターがあるのでちょっと気をつけたいところですね。範囲内になるべく入らない方がいいです。そしてですね、バニラアイツが先制攻撃をしてくるんで、これまた厄介なので、気をつけましょうということで、ちょっと離れるように来ておいて、バニラアイスですね、まず先に倒しておきましょう。長いリードね、ちょっとどうにかしたいところではあるんですけど、これはちょっとまずったって感じですかね。まあでも大丈夫でしょう。はい、無事倒すことができました。次に増援組ですね。まあここは CS 中だったら特に気にすることもなくいけると思います。あとはちょっとエリアスキルに入らないように気をつけたいと言いたかったところで入ってしまいましたね。まあそれでも倒せたのでよしと、しまできることができませんでしたね。さあ、まあいいでしょう。まあこれでも倒せるので大丈夫です。4つ間は伊達ではありません。さあ最終増援ですね。こちらもサクッと終わらしちゃいましょう。はい、倒すことができましたね。同時に倒しました。はい、2フロアもね、無事クリアすることができました。最後まで動画をねご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、3フロア目ですねを挑戦していきたいと思います。では
ラサバ隊。